ザークロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今夜はニコン Z シリーズについて物申す動画になります。 Z シリーズをお持ちの皆さん方にとっては不快な思いをされるかもしれませんし、ニコン愛の強い皆様方にとっても傷つけてしまう内容になっているかもしれません。そこで、そのような皆様方は今日はここでチャンネルを離れていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。で、内容ですが、Z シリーズのペンタブのデザインの変更についての提案でございます。皆さん、この雑誌ご存知ですか？カメラマン。リターンズになってます。間違いだらけのカメラ選びということで、新年早々書店に行ってふらふら雑誌を見ていたら、この間違いだらけのカメラ選びというね、コピーを見て買ってしまいました。もう単純ですよね。カメラマン復活したんだということですぐ買ってしまいました。各メーカーのカメラが全て掲載されていますので、もうこのね、モナリザクロームというチャンネルを運営している以上は勉強しなければならないということで、一冊購入したわけでございます。この本買ってびっくりしたのは広告ですよ。ほとんど広告がない。どこのメーカーが広告を出してくれたと思いますか？3社だけです。1つはニコン。Z7II と Z6II の広告ですね。2つ目はシグマ。はい、シグマのレンズの広告。3つ目が富士フィルム XS10 ですね。この3社しか広告を出していません。いやー、これは寂しいですね。まあ、いかにカメラ業界が厳しいとはいえね、もう少し広告があると嬉しいんですけれども、まあ、残念です。で、まあ、この3社が出してますので、この本の中身に当然影響しますよね。ニコンと富士フィルムの記事がね、すごく楽しくなってます。富士フィルムで言いますと、上野隆さんまで登場しています。上野さん私大好きで、お話も上手だし、上野さんの、まあもちろん富士フィルムの皆様方のそのね、理念とか開発にかける思いっていうのが好きなんですけども、エクスキャラバンに行くとね、もうほんとね、彼らの熱意が伝わってきて、毎回行くようにしてるんですよね。で、時にはくだらない質問をしてご迷惑をかけることもあったりします。ごめんなさい。このニコン編を読んでいて感じたことがありました。まあね、どの評論家もカメラのスペック、機能についてはね、お話をされます。このカメラはこうだとか、2になってここが良くなったとかね、もうそういうお話はね、たくさん出てきますよ。でも出てこないものが一つあるんですよ。それはデザインについてですよ。デザインについてはほとんど触れないんですよね。これだけデザインが大切な時代と言われているのにもかかわらず、評論家やこういう出版社の人々はデザインについて書こうとしない、語ろうとしない。そこで私はこの本では評価されていた Z シリーズについてデザインの視点からお話をさせていただきます。
これが新しいカタログですけれども、これをめくっていても6や7のデザインがはっきりわかる写真ってないんですよね。どういうことなんでしょうかね。本当にこのデザインに自信があるなら、もっと大きく Z シリーズのデザインを前面に出してもいいんじゃないですか。でもどこにもありません。どこにもない。ここにね、もうここに全てが現れてると私は思うんですよね。皆さん Z シリーズを見てどう思いでしょうか。今こちらに画像があると思いますが、私が個人的に気になる最大のところはもちろんペンタブのデザインです。ペンタブ、昔のカメラは全てペンタプリズムがありますよね。一眼レフもそうですけれども、ですからここの形、ここは重要なカメラの要素になります。デザインもある程度決まってきます。しかしミラーレスになるとね、UVF のレンズと液晶がここにあるぐらいになります。つまり小型化ができるということです。ペンタプリズムがあるものと比較すると、 EVF のファインダーですから、もう本当にここは簡略化して小さくすることができるということになりますよね。 Z シリーズのデザインって基本的に素晴らしいですよ。一つはブラックを基調として、レンズからボディにかけての統一感がある、一体感と言ってもいいでしょう。ある意味ではすごく先進的ですよ。余計なものは全て排除して、本当に必要なものだけをシンプルに載せていく、もう綺麗な形デザインになっています。しかしなんですよ、これだけの美しくて完璧なデザインでありながら、ペンタブのデザインはどうしても納得できないんですよ。私には致命的な欠点に見えて仕方がないんですよ。このね、ペンタブ上部に向かって傾いていくデザインね、これは例えばソニーの α7 シリーズも同じようになっていますよね。でも α7 シリーズはかっこいいですよ。別に私は変だなって思ったことありません。あ、おしゃれだなって思ってます。しかし Z シリーズの場合には、そのこの傾きのところに載っているロゴがすごく弱々しく見える。このマウント形のところ、ここにくびれがありますから、なおさら弱く見えるんですよね。人間で言うならば、ここは顔みたいもんですから、顔で言うならば、髪の毛が抜けていく、額が上がっていくような感じですね。そんな感じに見えるんですよ。カツラをかぶっているような、風が吹いたら飛んでく、うわー、そんな。このペンタブってすごく顔ですから大事なんですけども、顔が前に来ないでずーっと後ろにこう引いて、今にも倒れそうみたいな感じなんですよね。カメラとレンズのデザインがこれだけ優れていながら、なぜかここだけは納得できない。何度見ても何回見ても納得できない。DF を買った時にはやっぱりデザインに惚れて買っている部分があります。富士フイルムのカメラを買う時にはデザインに惚れて買っている部分がありますよ。このニコン F3 だってやっぱりデザインがいい、デザインに惚れている部分がありますよ。でも Z6 や7を買うとしたら、本体のデザインに惚れて買うっていうことは今のところはないですね。残念ながら。ペンタブのデザインはね、もう全然ニコンらしくない。本当にね、こんな感じなんですよ。このニコンのレンズからこうずっとね、流れがこう来て、そしてここのペンタブで受け止めて写真を撮るんじゃなくて、こう流れが来たらスーっていっちゃうんですよ。写真を撮るカメラとしては何か間抜けに見えるんですよね。
くまでも私の個人的な意見ですのでご了承ください。これまでのニコンが持っていたような重厚感や機械としての美しさのようなものが感じられない、ものすごく弱々しい、砕けていくようなイメージです。例えばね、試作段階で作られたこの4つのアイデアをご覧ください。これはニコンのホームページから転載させていただきました。左側の2つ、これはこれまでのニコンのカメラのイメージから作られたということです。左側は F シリーズ、その横は D シリーズだと思います。そして右側の2つは今度全く新しい発想から作られたデザインですね。で、この4つの中で、最終的に選ばれたのは皆さんもご存知だと思います。左側の2つにはこれまでのニコンらしい精悍でかっこいいというイメージがあります。さあおいで、これから撮ってやるからさ、来るんだっていうね、っていうね、なんかニコンのカメラっていうイメージがあるんですよ。このデザインなら F マウントからでもね、もうすぐ乗り換えてもいいぞっていう感じですよね。もう F マウント一眼レフをお持ちの皆さん方も、おおニコンだ、やっぱりニコンのデザインはいいぜって買いに行きますよね。ところがね、右の2つ新しいデザインのベースになってますけども、これってね、いやー今日は風が強いね、撮影はやめようよ、帰ろうってこう消えていくんですよ。そんなイメージなんですよ。ニコジーが買うにはちょっと迷うデザインなんですよね。え、これニコンのデザインなの？でもしかしたら終わってしまいかねないんですよ。ちょっと厳しいこと言って申し訳ないんですけども、これまでニコンが持っていたイメージとどうしても私の中では一致しない、もや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 してしまうデザインなんですよね。カメラの顔として一番大切な部分、重要なところ、ペンタブロゴが入っている部分、ここがあまりにも弱すぎませんかっていうことなんですよ。長いことニコンのデザインは見てきましたよ、ずっと。このマイナスイメージは私にはニコンにふさわしくないと思います。きっと若い人やデザインにこだわらない人にはね、何のことはない、何を言ってんのこのおじさんってきっと思うと思うんですけれども、ニコンにこだわりがあればあるほど納得できない。ニコンのカメラデザインはミラーレスであってもニコンらしさがなければならないんです。きっとね、このペンタブのデザインを精悍なものに作り直せば今より売れると思いますよ。あ、やっぱりニコンかっこいいな、うん、やっぱりニコンのカメラ買わなきゃってなると思いますよ。このカメラマンに戻りますけども、ニコンのカメラの評価は高いですよ。 Z6 と7は初号機だけど他のメーカーで言えば3代目の完成度と評価されてますよね。もう最初からしっかりしたニコンらしいものを出してきましたよと。で、今回のマーク2になってさらに細かいところ、ユーザーの意見を取り入れてダブルスロットにしたりとか SD カードを入れてくれたりとか、 AF 以外、 AF はさすがにキャノン、ソニーには及ばないと思いますけれども、それ以外はね、もうやっぱりニコンのカメラ最高になっていると思うんですよね。特にこのレンズ、頼り抜きん出ているようにも思いますよ。だからこそこの Z シリーズのペンタブのデザインをブラッシュアップしてほしいんですよ。精悍でかっこよくてのプライドを感じさせ、美しいものにしてほしいんです。
ペンタブはカメラの顔でございます。やっぱりニコンはここにこだわって俺たちのニコンだぜっていう主張をしてほしい。今日は本当に失礼なことをたくさん申し上げましたが、一人の個人的な件としてご容赦いただければと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。